やあみんな、ベルトさんだ。あいにく今日は彼が留守でね。まったく、こんな大事な日に彼はどこをほっつき歩いているんだ。仕方がない。今回は私が紹介しよう。今回紹介するのはこれだ。 GO プリンセスプリキュアパンのシール開封だ。3つあるぞ。では順々に開封していこうではないか。まずは1枚目だ。1枚目はフローラだね。裏側はこうなっている。2枚目だ。おお、全員集合だ。裏側はこうなっている。クイズが書かれているね。3枚目だ。トゥインクルとパフとアロマだ。裏側はこうなっている。前回持っていたのでどうやらかぶってしまったようだね。以上で GO プリンセスプリキュアパンシール3枚開封した。今回はこれにて以上だ。それではまた会おう。さよならだ。はい、ベルトさんが紹介してくれましたという、はい、今回4月1日ですね、本日。はい、ということでエプリルフールネタです。本当ならね、僕が紹介するんですけども、ベルトさんが紹介するというあのエプリルフールネタです。はい。まあこういう動画上げたの今回初めてかな。ちなみにあとベルトさんの声は、僕です。はい、似てなかったらすいません。まあこういうネタもね、まあネタ動画もいいんじゃないでしょうか。ということでね、まあ今回はこれにて、以上にしたいと思います。まあありがとうございました。では皆さん、次の動画を楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。トリプルナインのチャンネル登録は PC の方はこちらをクリックして登録、スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。高評価やコメントも待っているぞ。これからもトリプルナインの動画をよろしく。